なんか全てがうまくいかなかった日、ミルウォリは失敗するわ、そうちょっと大変な日があったわけじゃん。あの日のさ、あの日ね、あんまちょっと夜眠れなくて、で、あの日に2時間くらいやって、で、そうそう、マリネの日、おねむだった日、今日ライデンさ、やってなかったの見てさ、ライデンどうしたんかなと思って見てたら、なんかね、ライデン曰くね、今のローグはミラクルローグ以外なんか、ね、強いのねえし、正直ワンシーズンでローグばっかやってても面白くねえって言ってた。やることねえからやってなかったよって言ってた。せやろなと思って、ミルローグは確かにやってて楽しいけど、これじゃねえって言ってた。あれ、あとなんだ残りの4枚。何かわかんねえ。ライデン、明治以外、明治以外ね。この前明治やってたよ。誰だこいつはみたいなコメントクソ流れたけど。あ、そうか。バウンシングパッケージがねえんだ。これを入れ忘れてる時点でなんか俺のこう、この新ミルローグへの理解の低さがわかるな。ほんと理解度低いわ。これだ、多分これだってるはず。うん。おう、気をつけて。そうそう、ここまでは、じゃあ、ほら、見栄えの違いがあるじゃん。プレイが、もし仮にすげえ下手でも、ランク5だったらなんかさ、あれ？ん？っていう。2と4の公爵は使われる、なんかズーとかで入ってるんだよな、確かな。何でゴールランクをいったの？大体ね、翡翠ドルイドでやってね、4時間くらいかな、ランク12から5までは。4時間、でも4時間くらいかかったな。それでも。でもね、やってて分かったことがいくつかあったわ。クエストメイジ強ない？クエストメイジってアグロがハマりにハマった時以外勝てないでしょ。
ょっとわかんないけど、クエネイジ、クエネイジ強ない？そんなことない？これクエストメイジの強さでちょっとドギモ抜かれたんだけど、こんな強いのかと思って。この手ならクエストメイジファンデックじゃないよね。あー、ドブネズミが、あー、これどうすんのかな。ライゼン教えてくれ。俺1ターン目からどうしていいかわかんない。ライゼンこういう時さっさって決めて終わらせるんだけどさ。キングで魔法使いの弟子パクって買ったのか。でもさ、最近だとさ、あれでしょ、なんだっけか、一番コストの低いミニオンを量産するみたいなのあるじゃん。あれがあるからまだなんとかなるってやつじゃない。そうそう、ミラーイメージ使ってるやつ。あのミラーイメージ結構やばいね。俺あのミラーイメージ結構やばいと思うんだけど、刃だなと思って。てかこれやばくないよ今何これ、どうすんのこれ。もうこれダメじゃない、大丈夫これ。俺もやばい感じがする。風の刃なんだけど、これコルさん来ないパターンかな。いや、あのミラーイメージのシナジーはね、ちょガイスト来てくんねえかな次のターン。コインからガイストしてえわ。取れないでしょこれ、どうやっても無理だろ。はい、ターンエンドしろ。ガッフィネス、グラッフィネスか、ガスネみたいな名前しやがって。ここはこれ引っ張るだけなのかな。これなんかないのかな。これ開けるだけ？本当？なんかあるんじゃないのかな？こうなってる状態で開けるとシネルジーってことでもない。ハンドが何て言うんだろう。あと死ぬ、死を待つだけかな。こんにちは。このマッチアップそんな悪くないと思うけどな。
反動に絶望を感じるね。そうそう、一気にね。いやさ、みんながさ、こう翡翠ドルイド最高だよって言うから、あー俺も翡翠ドルイドで気持ちよくなりでーなーと思って、ちょっとだけ翡翠ドルイド回しちゃった。俺はもう気持ちよくなりでーなーと思って、まあまあ気持ちよかった。あお、動物園は招待客限定です。お供なきしよう。これどうせ勝てねえよな。これサップしたあたりもう刃だよね。そうだね、ファンドラルあるかないかは違うよな、ドルイドちゃんはな。確かにね。うわうわ、時がこぼれ落ちてゆくわね。早く決めなきゃ。あー、ジーレジェ2枚か。そうかそうか、2枚出せるのか。そうか、あーそうだな、ジーレジェ2枚でいいんだ。もう最初にフェイス食らいすぎてるもんな。死の影が伸びていくわ。Wow.
ちょっとキュレーター来るの遅いな。あと横に広げられるの辛いんだよ。それそれ。動物園は招待客限定です。なんだこの弱い動きは。影隠れまだ1枚ある。もうねえのか。コールドライト出しづれえな。なんだ今のリーサル。待てよ今のリーサルだよ。今のリーサルだよ。とにかく生き延びることだけ考えてる。できてるわ。
ライゼンだな。やっぱりライゼンなんだよな。マルフィリオン。自然を守らねばならぬ。背中に気をつけて。ちなみにライゼンはあれだったな、アグロドルイドに、まあ相手がプレミだったというか事故ってたこともあったけど、アグロドルイドに対して勝ったな。ライめっちゃ喜んでるのが可愛かったぜやったぜって言ってたね。ちょっと笑った。ライ可愛いなと思って。どの手で行くか。ここで4マナのレジってもう使っていいのかな。周り悪くなるから出した方がいいのか。らしくないな。なんだこの動きは。やたらボード取り来てるな。ああこれはコインガイストありか。ありだろうな。待てよ、コイン使っていいか、それともコルさん回す。いやコルさん回す前にここはコインガイストありっぽいな。あーディバシついたら OP だけどな。そりゃねえな、 OP すぎる。 OP as fuck だわ。これ究極のなんちゃら使ってくるよね。てか多分どうなんだろうな、究極のどうのこうのを考えていくのか。でも俺が手を回して早く終わらせたいっていう方がいった方が、それ気持ちがあるよね。究極のなんちゃらとかもそんなごちょごちょ言ってねえで、ここは出して、で、コルさん引っ張ってきて、コルさん引っ張ってきて、で、取って、これを使うかだよね。うん、2-2、待てよ、翡翠ドルイドプレイした時のこと思い出せないけど、この 2-2 が役に立つ可能性ってあるか。ないだろう。Okay. That's fine. One draw. Fun draw, one draw. Alright.Three damage.
ナットピグル、サルノスがいいと思うのは俺だけど、ライデンに聞いてこい。答えはライが知ってるから。ライデンを信じろ。ここでね、ごちゃごちゃ言うよりも、ライデンに聞け。はい。従え、ライデンに。この手なら。決めなきゃ。一緒に飲もうや、相棒。大体ね、ライデンよりうまくできませんやつなんていねえから、多分もう、これに関しては。俺はいろんな人のね、こう、ミルローグを過去やってるの見たけど、一番うめえから、大丈夫。信用していい。もう、すぐ信用していこう。もうね、難しいことを考えるのは、ああいうね、賢いプレイヤーが考えるべきで、我々は別にいいよ。難しいこと考えないでいい。ライデンが入れてたから入れるっていう、そういう短絡的発想でいこう。いいじゃん、一旦しのぎだから。スイングが返ってこなかったわ。どの手で行くか。もっと大物を手に入らせば待ちたい。ズー相手に一時三挑発コピーして買った、あれ天才だぞ。もう見てて俺はね、もう鳥肌ピロリ。貴様の魔法はやわあ。こんなカード入ってるんだ。うん。手なら。今のところ DK でもよかったかな。フクロウな、フクロウは悲しみを背負ってるよな。確かにフクロウほど悲しみを背負ってるカードもねえよな。
この手なら手札が多すぎる。手札が多すぎる。手札が少ないうちに DK になる。ライが言ってたのか。あのライが。なんか焼けて困るもの、俺今あんのかな。どの手で行くか。もう次の次ターンぐらいでリリースされたよね。全然わかんねえわ。何していいか。とりあえずボードを掃除して、これで次のターンに DK しておしみ合いかな。これで DK すると次のターンカード1枚燃えんの？ちな。で、燃えてもいいのか。死の影からは逃れられないわ。何だゲームさん。ライゼンなんだな。カードがなくなるわ。カードがなくなったわ。あ、俺はトイレに行く余地なし。メタって言ったな。気をつけて。やる気は感じる。不利かな。どうだろう。アグロが一番辛いけど、今日ね、ライデンの配信で言ったのは、もう俺の意見はあんま意味ねえから、ライデンの配信で言ったのは、
オリパイが一番きつくて、その次が、なんだっけ、アグロドルイド。で、あとはハンター。そういう順番だったな。アグロには勝てない。このデッキが回復、見ると、見たことね、回復が入ってるのがこの4マナのやつだけだから、このデッキはアグロは見てないって言ってた。ライボン。まあ今のコントロール環境だから、相手によっては勝てるよって。言ってたわ。この手なら どこでセカッシュ出すんだろうな。ライは5ターン目にバウンスができればいいっていう風に考えるのかな。どういう風に考えるんだろう。ライ教えてくれ答えを。ブレキンとか入ってんのかな。俺のジャングルに入んじゃねえよ。ここだね。ああ、ディバシくらい割った方がいいかな。まあいいや。先日のミリオリの試合は地獄だった。いつだ。あの地獄の試合やった日。おお、ナイス。ああ、1マナどうせパラガス持ってねえよな基本では。でもどうしようかな。ここであえてコイン投げ捨てるほどのことはあるか。ここ3-2でこれとこれ出して次のターンガイストでもいいよね。外出が多分邪魔になるケースは多分考えられるけど、これいいか。手札をできるだけ減らした方がいいからね。またどうせ集合の合図がさ、今まで、プレップと一緒に使ったりしたら一気にハンド何こう圧縮できたけど、今の見るはさっきみたいに手札が最後溢れちゃうんだよな。そういった意味でこうどんどん出していかねえと。ハンドワフパラディンというこれまたこれまた妙なデッキだな。ガイスト出してえな。でもどうやって除去するんだ。ガイスト出しちまってジーレジェ死んでもらう。ジーレジェに死んでもらうか。そうだね、そうだね。いや待てよ、守るか G を。 G レジェを守るっていうゲーミングプランがあるんだけど、みんなみんな決めなきゃ。まあボード的にも強いからな、こっちの方が。ただいま剣山、耳を揃えて払ってもらうぜ。あくまでバフか。
はい、これフェイスでこれもしかして勝てるパターンというか、これコールさんのバウンスがもうないんだけど、あーでもよくできてるな、バウンス4枚か、で影隠れも入れたら合計で6枚ってことか、よくできてるわ、ほんまライだわ、ほんまライすごいわ、ライ天才やな、やっぱり。俺のジャンプに入んじゃねえよ。いやマジでラララライ、光が陰ろうとも我らは叩く勇が来たわ。わあ、おう、ふん、なんかあるでしょ。Oh. No! OK. この手なら。まあでもここ出すしかねえもんね。決まりに従いなさい。これって攻撃の生命出しておよ。まあこれでも2点回復か。Not good, not good. ここでサップはちょっときついんだよね。ティリオジとかいるだろうから。かといってコルさんを簡単に殺されちまうのも嫌なんだけどな。どの手で行くか。決めなきゃ。コルさんがコルさん回収できないっていうだけでこれかなり痛いな。ああこれサップでいける。Holy crap! Holy crap! This is the one. I must. Bouncing, please. Okay. ターン多分なんとか除去でしのげるかな。どうかな。 DK DK は次のターンにバウンシング引ける可能性ってどれぐらいだろう。
次のターンのバウンシングを引く可能性は10分の3か。3、2、3、2、7、12までいっちゃうか。でもここのターン回したいんだよね。Okay. Oh. ダブルサプライニ、サプライニダブルか。そうするとサプライニサプライニでトントン決めなきゃ。光がかげろうと我らは戦う。決めなきゃ。これもまあよく昔やっててあんま意味ねえセカシュって言ってるやつだけど。強いなあ、こういうデッキに対しては。ほんとアグロに当たんないかったらいいなあ。
やっぱりライゼンや。よくできたデッキや。最初からこれを待ってればよかったな、いつも通り。今までの作戦通り、ハイエナ戦法を取るべきだったわ。俺が一人でやろうとするからいけなかったんだよ。そこがやっぱ問題だったな。最初からライゼンのやつパクっていかなきゃダメだったわ。あかんかったな。バリラーサングイナー VS マイエーン。そうだね、スペクタキュラーだよな。怒りからは逃れられない。背中に気をつけて。クエストでしょこれ。ここ動くからピリンってピリン。うん、ライデンが G 入れてる。多分ターンが進むのが普通のというか従来のミルローグよりも遅いからそれを考慮してだろうね。ミラクルはきついね。相手コイン持ってるしね。世界の終末は近い。これはローグでこのカードが入っている方といえば、チク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 。そうか、ミラーか。ミラーだったらどうする？この4マナは投げ捨ててもいいのか？いや、でもヘルスは大事なんだよな、終盤の。俺今までね、配信やっててランクでミラー一回もないから。まあミルオリやってる時にミルローグと当たったことあるんだけど、まあ別枠よな。一応俺が欲しいキーカードはこれなんだよね。これをもうすでに持ってるんだよね。どの手で行くか。だからある程度燃えてもいいっちゃいいんだよね。さっきのターンあれ捨てるべきだったか。そうか、これで返したのか。俺が早くも混乱してるんだけど。
Oh, DK! That's a problem. Losing a DK is a big problem. どうなんだろうな。ちょっと俺のヘルスがわかんねえな、ちなみに。俺ヘルスいくつ？これまだ使えるわ。ナイスカード。一緒に飲もうや、アイボン。早く。Wait, wait, 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 wait. Wait! How? No! How? No! Okay, okay, okay. Oh my god, fuck! I'm fucked!Really? これを殴れば。私はもう攻撃したわ。 Holy shit!それはだってライデンがやったんだよ。それはライデンが動いたら世界各国のミルローガーが動くんだよ。そういう世界なわけ。ライってな、な、おめえらライっていう存在でかいからな。ライの存在のでかさを知れ。ライのでかさを。待って、ハイパードローバーストで何枚焼けんの ?8 枚焼けるな。久々にロマンが見れるかもしれねえな。見るの父だからな、ライは。俺は全てのキーカードが揃ってる。もう何もいらない。ザイシ ?OK?Doesn't matter. で何点出んの ?8 枚燃やせるから、ワンオフリーサルか待てよ。33で11出せるから、3たす4、8、これの武器が装備できないからか ?8 枚だから1たす5、5、6、30、15。ワンオフか。で、相手が次のターンに生意気なことしたら俺が負けうるのか?ワンオフだね。だからこのターンは無理に出さなくてもいいんだよね、多分。
このターンは、そうだね。まあ、なんか使うか知らねえ。あ、DK があんのか。待てよ、DK があったとしてどうなるんだ。動物園は招待客限定です。あ、DK があったら出しておいてもよかったな。いや、21点か。21点。DK でも終わりか。DK でも終わりだ。そうだ。DK でも終わりだ。また、俺は？俺が8、1、2、3、4、5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 、
キュレーター落ちたらミルローグまた死ぬの、死ぬね。まあでも、完全に死ぬわけではないと思う。そのあたり解釈の問題だと思う。どう解釈するかによるけど。わお。わお。早い段階で、これはでも、間違いなくこれ翡翠でしょ？この手なら。セカシューまで打ってからの方がいいな。で、次のターンセカシュー、多分、あれでしょ、カイカ、セカシュー、ワッディ？事故りまくりか？はぁ、あ。このコインをどう考えるか。普通にカエル出してバウンスする？ライゼン教えてくれ。で、次のターンになんかでかいの出てきたらセカシューとこれで取るか、バウンスというかこれするか。ちなみにライゼンもダブセカやってたわ。ライゼンのダブセカ今日めっちゃ決まってたな。ダブセカマジで気持ちいいくらい決まってたよ。俺は感動したけど、ダブセかと思った。これがライのダブセか、感動したね。このターンのセカシューがプリチーストロングだね。で、バウンシングはどんどん使った方が多分いいな。No, no, 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 no. OK。 そうね、ガイのストも欲しいね。これ最近入ってんの？俺が知ってるリスト入ってねえんだけど。どういうこと？俺のリストと違うんだけど動きが。え、俺の知ってるリスト入ってないぞこれ。何それ、何これ。手札から1枚、山札から1枚かな。そんな感じかな。クエスチョンは、クエスチョンはこいつを殺すべきか否かなんだよね。キュレーターで蓋してやったらこいつ必ずドローせざるを得なくなるのかな。そしたら俺コルさん1枚引いちゃうけど、どうだろう。キュレーターで蓋して、俺の今ないのは何がないんだ。課題は、
キュレーターで蓋か。手なら。そしたらスペル使わざるを得なくなるのかな。動物園は招待客限定です。Okay, pretty good. Pretty good. 先にトレードするべきかな。ああ、これはプレミクセーな。これはプレミクセーわ。うん、今のはプレミっぽいね。ここで花を使っていいか。いや、多分、後から、これからは多分ね、バニッシュに頼るから、ここは、もう花で取って、これ戻して、ちょっとズルしちゃって、昨日ヒスイドルイダー今の相手が使ってるこのデッキをちょっとね、ちょっとだけちょっと私も強さとは何かっていうのをちょっと一度ね、強さを知るためにあのヒスイドルイダーというデッキを私も使いました。ここに、皆様に、ご報告があります。燃えるのか。ここプレップ1枚使っていいのか。プレップまだもう一枚ある？あるよね。プレップ使って、原崎使って、これで取っちゃって、出しちゃって。いやでもこれ最後か。そうか。じゃあこっちの方がまだいいな。1マナはちょっと取っときたいな。Not quite what I planned. 間違えました。ちょっとそれプレイするつもりなかったんだけど間違えました。結構これ響くな。これ響きうるぞ。これ響きうるな。もうバウンシングないでしょこれ。まだあるか一応。おお。Good legend。トリクラだね。カードがなくなったわ。
マナが足りないわ。もっと大物を連れかけるぞ。いけ。よし、よかった。強い。やっぱりライゼンは違うぜ。アグロと当たんなきゃ勝てんな。バリーラ vs ブーサー、あれ兵を持って戦う。すごくいい手だ。多分これは理想的な形かもしれないな。これはキープ。いや、この構築がすごいわ。これパッ、いや、多分今日、ライゼン配信外で挑戦してるか知らねえけど、これ一発で組めるのかな。やっぱりすげえわ。天部の才を感じるな。直勝で。これがライゼンや。あー、悩ましいけどここはこっちかね。次のターン原崎の起動ができるからな。多分ね、一番なんだろうな、自然な感じでタールクリーパーが入ってるね。やっぱタールが強えな。バウンシング、あ、バウンシング来ねえか。あー、ここバウンシング来ないの地味に痛いね。ボードがゼロってのはちょっとね。ここバウンシングパック欲しかったな。バフ。4マナ公爵はまあまああんまり活躍してないけど今んとこね。そんなにギラギラは輝いてないわ。ちょっとこれからどうなるか。
何が一番うぜえかな。この相手の中で俺にとって一番うざいのってなんだろう。これが手札に帰るやつだと仮定して、何が一番鬱陶しい。それとも11が復活する。この手なら これが一番うざいのかな。こいつを先に取るべきか。でも1マナ、いやでもね、横に広げられるの結構辛いから、これ1マナで出せるから簡単に出せちゃうんだよね。これが一番手札圧迫する。あー、それか。もうね、デッキに何か入れたっていうのは、ごめん、ちょっと今日は受け付けね。今日は受け付けません。まあ、言葉を選ばなきゃいけないけど、参考にならん。平たく言うとな。とても平たく言うと参考になるんだよ。この手なら。これ止まるか。これヴァニッシュがもう直ちに欲しいんだよな。動物園は招待客限定です。違うんだよ、実際やった人がさ、やった人が、これがいいよっていうのと、これ良くないっすかっていうのは、ちょっとさ、言葉の重みが違うじゃん。あんなにその罪と作るのを渋ってたのに作ったのか、すごいな、1年も前の話をここでするとは。なかなか、あれだね、古参リスナーなんだな。確かにこれを作るかどうか割とね、1年前は悩んだ。それは事実なんだけど、よく知ってるね、俺があの時どうすってよって言ってたの。あの1年前。さっぱりいいのはいいね。一番生き残る可能性を上げるのは、なんだろうな。まあ、俺もドローしなきゃきついんだよね。でも。OK, vanish. Vanish はここでは使えないね。こいつってブルーギルなんちゃらいいのかな。
入ってない。ああ。はて。すごいな。あとトゥルーシルバーチャンピオン2発で死ぬってのもきついよな。ここ DK かな。あーここ DK くせえな。ここでバニッシュ DK どっちだろう。ここでヘルス稼いで次のターンにバニッシュかな。ここで仮にバニッシュしてもどうだろう。早いとかアーマー積みたいんだよね。で、絶対次のターンバニッシュするでしょ。ここ DK だね。死の影からは逃れられないで、ダブル、で、ダブルで次のターンに多分コルさん、バニッシュ、ダブル親父かな。多分コルさん、バニッシュ、ダブル親父、うん、一番良さそうだね。お前も。あ、お前は休みか。なるほど。あと鍵がくる1枚か。うわ、サップして、サップして ASAP。 あーでもサップしてできたとしてもあれか。ここはまあ五武器、うわ五武器装備されんのか。待てよ、最悪ここでバニッシュ使うのも、待てよ、五武器装備されるのは痛すぎるな。あー五武器装備いて、あー痛えなー。3ターンで死ぬ。ここで強引にバニッシュ使っちまえば、うわー、それとも挑発引けるかな。どっちだろう。待てよ、でもあいつフェイス来ねえ可能性もあるか。ダボ、ナイス、プレディグッド、プレディグッド。待てよ、こいつ影隠れで戻してもう1回で2回出す。こいつどこ殴るかだな。フェイス来られると結構きち、うん、フェイス来るよね。はあ、なんて、このターンに燃やせるのは6枚。
だから5枚燃えて、これあるっけ、これに何が、これが何かによる、まあ、でも少なくともこれはこれして、で、これがダメージを食らう？いや、これいけるだろ。ほん。WG、 これも見てんのかな。いや、ライがこれ入れてるのこのプレイじゃねえか。なるほど、見えてきたな。やってて分かってきたわ。このプレイだ。なるほど、このプレイは強い。バニーからの G レジェ2枚はやばいな。見えてるな、ライ見えてるわ。そういうことか。すごいわ。バリーラ vs スロール。ルーモハンマーに刺さる。背中に気をつけて。やっぱすごいわ。いや、あの動きは強すぎるよ。正直それで勝ちきれたかとこあるよな。感動してるわ今俺、すげえ。よくできてる。これ何、もし裏目は何、これ出して真ん中にファイアターン置いて、ファイアじゃない、フレームターン置いて、で1マナスペルで取られたら、これって何、パニッシュ、俗に言うパニッシュってやつ。はー、どの手でいくか。ああ、対価か。人が多いときに25、さすが兄貴。その25、いや臭くないですか、それは。
25ドルのサブは、10ドルサブ、そもそも5ドルのサブでしてないような貧困層に、そんな話をしてもちょっとな、貧困層とか、まだこういうこと言うとよくねえな、全然、あの、自己チャンネルに興味のない人に話をしてもな、まあ、まあ、自己兄貴、自己ユニル、まあ、この可愛いスタンプが使えるっていう。わあ、ナイス。セカッシュいいな。これガイスト超欲しいよね。ガイストマジで欲しい。ガイストの欲しさは異常だわ今。マジでガイスト来てくんねえかな。いやつれえわガイスト。うわーきちい。キチキチキッチンだわー。わー、うん、ライもコロさん来なくて死んでたわ今日。それも見た。あーこれこれこれがミルローグだよなーと思って見てたよ俺ちゃんと。そうそう、それもさすがにライも何もできないなと思って。これがいつまで続くんだ。ガイストショットキープ、多分シャーマンだったら俺は5ドルお買い得だね。フヒッ、どうするよ、フヒッなんて言ってらんねえよ。どうする、もうダメじゃんこれ、もう終わってるよ。なんかこうじじりを感じるんだけど、どう思う？三武器はね、あ、このマッチアップっていうか多分これ負けたな。あのね平たく言うとね、負けた。今までコルさんが調子よく来すぎてた説はあるな。多分この3武器を装備することはね、勝ち筋を捨てるに多分等しいと思うわ。ちょっと捨てられね。それでもまだ DK、 あ、 あ、それでもまだ DK なら DK ならなんとかって言おうとしたけど、DK までたどり着くことができませんでした。話よかった今日ちゃんとタイトルに、あのマルシーに関してはさ俺うるせえからさ、これあのよかったちゃんとライデンデックっていうふうにちょっと私ね今日はちゃんと入れてるので、皆さん大好き。ああ、これは来たね。来たか、ここからルーズストリークが始まったな。来たな、来てる来てる来てる、感じるよ、感じる感じる、ビリビリ感じるね。今いないだろう。パイが付くやつ、
パイがだな、ゴリがつくやつで最近パイしかいないだろう。もう、もう終わっただろう。もうやめよっかな、今日。パッチーズインハンズラル。レル。For more board control, あいつコイン持ってんだよな。どの手で行くか。いやもうボードコントロールのためにこれ G レイズ出すのは多分ね悪くない。多分。多分こっちの方がいいんじゃない。仕事すんじゃねえよ、こういう時は。お前休めよ、たまにはよ。無理すんじゃねえぞ。まあ、いつも、お前いつも働きゃいいってわけじゃねえからな。勘違いすんなよ、お前。今日は休んでいい日。今日は休んでいい。爆発してくんね？なあ。は？ 4 点も吸ってくれるだと？ Good job!Really good job. No. こんばんは。おお、オリパイキラーやん。これもしかしたらサップかな。コルクロンとかいるとやべえんだよな。相手のコルさんは結構やべえからな。あ、5万？はい、ブラ。あ、もう11時過ぎてるんだ。やばいわ、ちょっと楽しくてずっとやってたわ。もう寝る寝る、寝ます。寝ます。私寝ます。今日すげえ久しぶりになんか楽しんじゃってたわ、俺。あかんあかんあかん。普通に楽しんでた、今俺。なんかナチュラルに今日楽しんでたわ。久しぶりに俺。戦績はこれで2敗するけど、まあいいにして。やっぱで勝てないできには勝てねえわ。こんなになんか楽しんで配信したのなんかやっぱ久しぶりな気がするわ。やっぱライデンはすごいわ。本当に。よくできてる。悩むんじゃねえよ。フェイス殴りゃいいんだよ。本当だよな。そしてここにいるたくさんの人が楽しめているのもライゼンのおかげだからな。功績は大きいわ。おお、リーブか？もう削れねえって諦めたか。そりゃな。あいつサップされたらもうやる気もなくなるよ。わかるわかる。そうま？そうま？そうま？
ありがとう。ここまでにしようか。楽しいな、普通に楽しんじゃったゲーム。ライゼンだわ。ちなみに俺がライゼンって気になってる人いるから、俺よりもねずっと上手いミルローグをやってる人がいて、ちょっとその人の、ね、紹介をここでしておきたいね。やっぱりこうそういうことをしていきたいね。ちゃんと、こう、リスペクトが大事だからな。こう今日もデッキを使わせてもらってるからな。ここな。ここでね、あの極上のあのミルローグが見れるのでね、ぜひね、皆さんも。ここはフォローした方がいい。おすすめチャンネル。ぜひ皆さん見てみてください。タイスとかね、サビーズとかいろんなね、そういう有名配信者の名前がよく出るけど、一番前のライゼンだから間違いない。宇田平ちゃんをホスティングして今日は終わろうと思います。あ、初代のカンちゃんも悪くないな。あ、でも宇田平ちゃん今ランク2で頑張ってるから、ランク2で頑張ってる宇田平ちゃんにしようか。フォローした、いいね。フォローしといてくれ。すごい上手いから。